は横に寝てもらう形でストレッチをするやり方です。まずは横になって落ち着くまでは無理しないで、それから移動しないように背中側にぴったりと人がついてあげるのがポイントです。ここに肩甲骨がありますので、肩甲骨の上から手を添えて、肘の後ろに手を当てて、まっすぐ前習いの状態ですね。肩を広げていきます。止まったところで7-8秒、可能であれば15秒ぐらい。次にこの肩の後ろの筋肉をもっと伸ばしていきます。肘を曲げるだけです。ゆっくり曲げて、曲げられるところで止めてあげます。では今度は肩の前の筋肉を伸ばすストレッチですね。手は肩の前に置いといたままでいいですが、このまま手を後ろに引いていきますね。ゆっくりです。肩甲骨の前に置いていた手で少し後ろに押していくような感じですね。そして今度は肘も後ろに伸ばして、引っ張らないように後ろに押し出してあげるような感じです。では次に股関節のストレッチです。股関節この位置になりますので、腰が伸びないように人間の足、それからまあ体で腰を反らさないような位置でフィットさせてあげます。今回は左手で腰の位置ですね、軽く添えて、右手で膝の上に、太ももの前に手を当てて、そのまままっすぐ伸ばしていきます。あれ伸びてきましたね。この状態から膝を今度曲げていきますが、腰を押さえてた手をちょっとゆっくり外して、前ももの手はそのままの位置で、このまま膝をぐーっと曲げていきます。そうするとより前ももの筋肉が伸ばされていきます。では次は股関節を曲げることによって、お尻からもも裏ですね、膝の裏の筋肉のストレッチをしていきます。腰は動かないように支えてあげて、片手でまずは足を前側に、股関節を曲げるように前に出していってあげた後に、そのまま膝をまっすぐにしていきます。まずストレッチは体の筋肉の柔軟性を維持させるっていう意味でものすごく重要で、若い時はやっぱり何もしてなくても柔らかいんですけど、だんだん年とともに硬くなってきて、で特にスポーツしてたりとか、よく動く子ほどストレッチをしてないと筋肉は発達してるんですけど柔らかさが足りないっていうことで、体の動きが悪くなる、関節が動きにくくなって怪我をしやすくなったりするっていうことで、ストレッチはすごく重要です。